こんばんは。丸刈りの男は過去の恋愛を引きずってる。どうも、岸です。今日の動画はですね、まあほとんどあれなんですよ、備忘録というかメモというか、今日最近起こったことで思うことをちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。で、まず最近思ったことというか今日思ったこと、まず一つね、これが動画のタイトルにもなってるんですけど、ネガティブでもいいじゃないということでございます。で、そして二つ目が、コミュニケーションってめっちゃ大事だなっていうのを、思いました。ちょっと順番は前後するんですけれども、2番の方からちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、最近ですね、こういうふうに思うことが何度かあって、今までそんなに話したことなかった人とか、あんまりこう仲良くなかった人と思い切ってちょっと話してみようみたいな感じになった時に、結果的に言うと話してよかったなとは思ってるんですけれども、なんだろう、結構長い付き合いなのにあんまり話してこなくて、まあ何気ないことなんですけれども、まあ今日あったニュースとかそういうことをちょっと投げかけてみたんですよ。まあこんなことありましたよみたいな。そしたらその人のスイッチが入って、で、僕が見たこともない一面を見せてくれたんですよ。で、僕それに、まあその話の内容に大爆笑したわけではないんですけれども、そのこんな風に言ったんですよって言って、すごいこう演技チック、なんて言うんだろう、役者みたいな感じで、すごいモノマネをしながら大声でこう、なんとかなんとかっていう風にやって、で、まさかこのキャラであなたがそんなことするのみたいなことをやったことにびっくりしちゃって、ちょっと大爆笑しちゃって、あ、こういうことできる人なんだとか、こういうのやるんだこの人みたいなのを知れて、あ、面白いなぁと思って。で、それ以外でも、まあ、何年か付き合いというか接してて、あんまりこう関わってはいるんだけれども、こう深い関わりがないというか、あんまりこう自分の意見交換みたいなのあんまりしたことない人とちょっと話したりもしたんですけれども、あ、実はこいつ、いいやつなんだみたいなのを改めて思ったりとか。でもそれって、例えばね、自分がこうどっかにストッパーかけて、この人と絡んだらあんまり得ないなとか、めんどくせえからいいやみたいなので、どっかに蓋をしてた部分があったんですけれども、でもその蓋をしてたからこそ、なんか自分も損してたなみたいな、蓋をしてた部分を開いてぶつかって、で、結果ダメならまた蓋すればいいんだけれども、それすらしてなかったわけですよね、今まで。その蓋を開けて、で、人と絡んでコミュニケーション取ってみて、で、結果良かったんで、やっぱりね、何にせよ、例えば仕事をうまくやるとか、仲間と仲良くうまいことやっていくっていうことであれば、やっぱり絶対的にコミュニケーションって本当に大事なんだなっていうのをつくづく感じさせられた、この、まあ、一週間ぐらいだったんですね。で、今日も実はそれがあって、今日バイク屋にね、買って大体バイクが1ヶ月ぐらい経つんで、で、その定期点検ということで、バイク屋さんにこう見てもらいに行ったんですよ。予約していた時間に行って、で、見てもらって、まあ、気になるとこありますかみたいなの聞かれて、まあ、この辺ですかねみたいな感じで、で、見てもらって、で、まあ、20分ぐらいかかったのかな。で、ざーっと見てもらって、で、フィードバックをしてもらったんですね。で、その時に、まあ、ここがこうで、こうで、やっぱりこうでした。だからこうです、こうです、みたいな説明を受けたんですよ。ただね、その、正直、まあ、これが一番とも絡んでくるところなんですけれども、なんかね、接した感じがあんまりこう、いい印象がなかったんですよ、その方が。初めはね、なんかこう言葉にトゲがあるというか、なんかこう後ろ向きな言い方をするし、なんかちょっと、なんて言えばいいんだろう、契約書にこう書いてるからこれは無理ですね、でもまあとりあえず掛け合ってみますかみたいな、なんかちょっと、なんか上からともまた違うんだけれども、なんかこうちょっと尺に触るような言い方をするような方だったんですよ、対応してくれた方が。で、正直そのタイミングぐらいで、なんだこいつって思ってたんです。で、僕がその質問したことに対しても、いやだからみたいな感じで言ったじゃないですか、だからさっきも言った通りみたいな、何それみたいな、え、いやだからって、お前一応俺客だぜみたいな、なのに態度悪いとも違うんだけれども、ツンツンし、なんて言えばいいんだろうな、難しいんですけど、なんかちょっと角の立つ言い方で言ってくるような方だったんです。まあ、でも僕もね、ここでイラッとしても仕方ないし、まあ、結果ね、そのだから
どういうことかっていうと、まあ、クラッチがちょっと入りづらいことがあるけれども、まあ、僕としてはそんなに気にならない症状なんです。だけど、まあ、気になるとこありませんかって聞かれたんで、じゃあここの辺ですかねって言って、で結果やっぱり確かに入りづらいので、もし、その症状を改善したいんであれば、シャフトみたいな、なんか棒みたいなのがあって、でその辺の意識を変えるか、クラッチのこの辺を変えるか、ただそれも、お金も工賃もかかります。でもっと言うなら、1ヶ月点検っていうのをしてもらいに行ったんですけれども、その1ヶ月点検じゃない、もう一つ1ヶ月保証みたいなのがあったらしくて、ただそれも2日間切れてるんで、多分厳しいとは思うんですけど、一応掛け合ってやります。ただできなければ全額、もしかしたら半額になるかもしれないですけれども、そこの辺はご了承くださいみたいな感じの言い方をしてきて、で僕としては別に直してもらうとかもないし、そのそこまで大事になる予定もなかったから、ちょっとこう表示を抜けしたところもあって、どうしようって迷ってるけれども、なんかこう質問しても嫌だからみたいな感じで返してくるから、なんかイラッとしてきて、だからもういろいろ聞いてやろうと思って、まずとりあえず質問から攻めてったんですよ。まずこの状態はどうですかみたいな感じで、いやだから状態とかじゃなく、まあ、お客様が気になるって言ったから僕はそこ調べただけです。そうだけど、だからあんたの見解はどうなんだっていう話を思ったんですけど、まあそこは言わずに、ああなるほどなるほど、まあそうですよねって、で、まあ、今度こっちの1ヶ月点検の方までって書いてるから、できないのかなと思ってたんですけども、現に今やってもらってるわけで、これっていうのは実際、その例えばじゃあ何日までってあったとしても、じゃあまでってことは、仮にじゃあ10月の1日に買ったとして、10月の5日にやってもそれはやってもらえるんですか、でもそれってちょっと意味ないですよねみたいな、意味も込めて言ったら、いやだからみたいな感じで、仮にねそれでもいいんですけど、それじゃ意味ないですよねみたいな、いや分かってるっつのこっちもみたいな、でなんかこうバカにしたい、そうバカにしたような感じですごい言ってくるんで、なんだこいつと思いながら、もうじゃあもう肝を言ってやろうと思って、でそもそも1ヶ月保証でそれやってもらえるなんてまさか思ってもないし、そんなこと急に出されても困るし、なんならまでみたいなことを書いてるのに、僕がね、まあ契約的には僕が全然あの不利な方ではあるんですけれども、ただその正直それもまあ知らなかったじゃ済まされないけれども、その認識としてはその点検までにこう保証がつくみたいなイメージだし、までっていう文言がよく分かんなくて、その前後でいいのかなとか思ってたみたいな話をしたんですよ。まあとにかくその1ヶ月保証っていうのがよく分かんないと。で別にまあ保証してもらいたいからこう来たわけでもないし、直してもらいたいから来たわけでもないけれども、でもそういう話をするんであれば、じゃあやってほしいですっていう旨を伝えて、じゃあまあでも上と掛け合ってみて分かんないんですけれどもみたいなのすっごい言われて、だったら言うなよみたいな、別に保証してもらいたくて言ったわけじゃないのに、それ出すんだったら、でもしかしたら2日切れてるけど掛け合ってみれば、もしかしたら半額になるかも全額になるかも、いやなしになるかもみたいなことを言ってくるんであれば、じゃあそれはお願いするわってなるから、言わなきゃいいのに余計なこと言うから、こっちもね、じゃあそれしたいって思ってそういう風に言うわけじゃんみたいな、めんどくさいことになるわけじゃんと思ってではいたんです。でもそこで僕ちょっと冷静になって考えてみて、この人なんかそうは言いつつなんかちょっとツンツンはしてるけど、でもそもそもそう言わなくてもいいことを言ってきてるわけで、で僕別にクレームも言うつもりもなかったし、逆にその情報を与えてもらって僕ラッキーなんじゃないかなと思って、万が一ね別に保証が通んなくても全額自分が支払わなきゃいけないってなったとしても、でもまあそうなんだ、じゃあまあとりあえずこう本当に壊れたらにしようっていう決断になるし、半額なら半額で、おやったラッキーで半額で買えてもらえるし、全額やって保証期間内ということでやってくれるんであれば超ラッキーだし、でもその情報って言ってもらわないと分かんなかったから、あれこの人なんだろう、すげえ上から言うけど結構人のために考えてんじゃないのかなみたいなの思い始めてからちょっと考え方変わって、じゃちょっと試しになんか関係ない質問してみようと思って、関係ない質問したんですよ。まあじゃあまあこれはいいんですけど、例えばあとじゃあ他になんか違う気になるとことかありますかみたいな聞いたら、いや特にないですけど、まあとりあえずそこ聞かれたんでみたいな返し方をしてきて、いやでも難しいですよね、その見るのってどういうところ見ればいいんですかねみたいなのを聞いたら、だからこうね、こうでこうでこうで尖ったらですよ、じゃあ尖ったらって何なんですかって言ったら、
いやもうそれはもう自分でもう判断するしかないというかみたいな、すごいアドバイスをくれたんですよ、いろいろ。あ、多分この人バイクが本当に好きで本当は喋りたいんだけれども、喋ったらスイッチ入って止まらないタイプなのかなとか、もしくはすごい超親切な人なのかなとか、話し方はすごいツンツンしてるけども超親切なんじゃないかなと思って、いろいろ聞いてたら、まあ角はあるけれども全部教えてくれたんですよ、結果的に。で、しかもさ、その、バイクやってこう、いろいろ、いろんなものを整備したりとか、直したりとかするから、作業を止めて僕のためにやってくれてるわけで、でその時間を使って、聞かれたことに対して延々とちゃんと答えてくれるから、あ、すっげえ親切だなと思って。で、そこで思ったんですけど、整備士とか、直す人、テクニカルな人って、ネガティブな人多いんじゃねえかなと思って、でネガティブの人の話し方って嫌だからとか嫌とかっていうところから入るじゃないですか。だけどそれって本当に大事なことで、例えば車とか家とかって点検する、点検ってそもそもダメなところをチェックする、まあ、言ったらネタ見せでたらダメ出しみたいなもんですよ。いいところも褒めてあげたいけれども、結局その良くないところをこうチェックして、ここダメではそこ直してなさいっていう風にやるのがダメ出しなんですけれども、まあそれと一緒で、点検ってそういうことじゃないですか。悪いところを発見して、それを伝えて直すか直さないかっていうのを伝えるのが点検なわけで。だから、どうしても良くないところに目が行きがちになっちゃうんですよ。でもそれって僕たちのためでもあって、万が一じゃあ、ブレーキの状態が良くないと、でもこれいいっすよまだまだ行きますよって言って、でも結果そんなに良くなくて事故られるよりは、いやもう結構ギリですね、いやダメかもしれないですねって伝えといた方が、じゃあ直すかってなって、まあ直すと。だから良くないところを良くない風に素直に伝えるっていうことが本当に重要な職業なので、まあ、だからこそそういう感じになってしまうのかなっていうのが僕の見解。だけどそれがあの僕たちの役に立ってるわけで、だからネガティブって我々の社会にとって本当に必要なものなんだなっていうのを改めて理解したし、話してみてやっぱり本当にいい人だったんで、でしかもちゃんとこう自分の思いを正直に伝えてくれる人で、そのツンツンするのも正直すぎるっていうところもあるから、なんかこうツンツンする感じがするのかもしれないけれども、でもしっかりとこう伝えてくれるっていうのは非常に僕としてもありがたいし、僕のためにもなってることだったので、なんかねこう職人とかってさ、結構話すのが下手とか、この自分の世界観とかそういう見られがちなんだけれども、そうじゃなくって良くないところとかそういうところに目が行きがちで、ちょっと話し方がどっちかというと後ろ向きな話し方をしがちだからそう捉えられるけど、でも実際話してみたらすごいいい人が多いんですよっていうのを今日すごい感じました。なのでやっぱり言われた通りにやるんではなく、ちゃんとコミュニケーションっていうのを取るっていうことはすごい大事だなっていうのを今日改めて思ったので、まあ、そんな動画を撮らせていただきました。ハゲ関係ないんですけれども、バイク動画ですね、言ったら。まずはそのやっぱりちゃんと人とコミュニケーション意思疎通をするっていうこと本当に大事だなと思いますし、ネガティブは本当に悪いことじゃないと思うので、僕はネガティブを一概にこう排除しようという動きがなんか見られるのが本当に嫌で、でも本当にネガティブも役に立ってるから、ネガティブでポジティブにならなきゃ自分どうしようみたいな思ってても悲観せずにもうそのままでいいんで、じゃあその自分がどうなればいいかっていう風に考えれば、別に全然生きる道は絶対いっぱいあると思うんで、それをお伝えしたいと思いました。はい、ちょっと熱くなっちゃったけどもね、はい、まあ、そんなことがあったよっていうお話でございました。はい、ただね、まあそれはまあ時と場合によるからね、いろんな仕事上ね、どうしてもこうネガティブな言葉を使えないとかっていう人もいるかもしれないけれども、まあそれは職業病だから仕方ないし、それが合わないんであれば違う道もね、逃げ道として絶対あると思うから、でもそれを否定してはいけないなっていうのは本当に思いました。ということで、まあ少しでも皆さんがより良い生活を送れるように送れることを願って、この動画の締めとさせていただきます。ということで以上、オキシーでした。長っ。チャンネル登録お願いします。ちょっと噛み切りたいな。